さて、小野小町はね、一曲、レイプされたって言ったでしょ、多治見で。多治見はちょっと来たの、小泉地区なんですよ。つまり、小泉地区で、泉の専務の仕事を、よく、どう言ったらいいんだろうな、あれは。とにかく、小野小町の小野っていうのは、その小野、泉の専務、これはのどのどした小野ですか。と同時に、あなたは己、あなたの己は何ですかっていう意味でも、それかけてるねんな。で、金ですか、銀ですか、銅ですかって言うと、いや、そんな偏差知りまへんからって。金メダルでも銀メダルでも銅メダルでもありませんと。あなたの、自分自身、あなたのご自身はどれですかっておっしゃったんでしょう。これです。おぉ、じゃないよ。そんな、実は、色っぽい話じゃない。金、それも自分の斧じゃないです。だからそんなも、町に持って帰っても、その、陶銀、あなた泥棒じゃないでしょうねって。いや、誰かが落としていったんで、忘れ物です。え？でもそれはあなたのマンコでしょって。だから、結局、その、泉の天狗っていうのを忘れて、あなたの落としていった斧はって、は？はぁって。なんか入ってるんですか、ね、そんなん入ってるんですか、ね、レイプされるも何もそんな仕事悪い。レイプっていうかそう言うじゃんか。だから、多治見が、だから、なんちゅうの、西浦をね、結局戦国時代に、復活させただけ。多治見の遊郭を。その前にすでに、小泉の方で、小野小町っていうか、その、小野の、その、遊女部門みたいなのがあって、小野も先住民やから。で、山本にそこに日本侵略されて、で、小野がやっとる。で、これはあんまりだって、まあ、歌人も、だからそういう遊女の息子たちが歌人、歌ったね。若い。歌読みになっていった。なんとか、その年月されないんかって、必死やった。あの時まだ山本にそこ強かったから、戦国時代とはもう、EMISHI系の忍者団がバリバリ出てきて、10日からして、で、ついに EMISHI が、日本の政権を奪還した時代、戦国時代か